相を含めてですね、マルチの外交の中で、自国のやはり外交的な立場というものをしっかりと守って確保していきたい、でそういうことを考えながらですね、その日本との改めて協調関係というものをここで進めておこうと、でその考え方の方が日本側がですね、中国にとって気に入らない、こうしたその南シナ海で の私のやつでインターネットをやるときは線をつながなきゃいけないよね、白い線のね、ちょっとお互いに合うというようなことについてもですね、やはりあえて言いたければ、私のやつ勝手に言えばいい、しかし自分たちはそれは受け入れられない、それでそのことをまずきちんと言いつつも強調するということについてはこれはちゃんとやる。でしかもこの日中韓の枠組みというのは従来非常に実務的なですね、協調関係を促する枠組みだったんですね。ですから特にというのは中国にとってみればですね、最も今重要な関係になっていて、その中国側のですね、過剰投資それから各金融機関に関わるその財務状況、その安定がもう非常に深刻な問題をたくさん抱えている。こういった問題を解決するときにはやはり日本からの投資とか日本との経済関係というのは決定的に重要なんですよ。でしたがってその点に関してそれを悪化させるような形で今政治環境というものを、天国みたいに簡単その対立させるということは中国外交にとって、なかなか打っても打っても打ち込めんかった、こうした協調関係に持ってきたというのが実情だ。これはもうポッとやったらポッと入るから、これさっき小木さんにもお見せしたこのフリップなんですけど、楊潔チ国務委員は二階さんに対して昨日こういう発言をしていますよね。中国は韓国、日本ともに日中韓首脳会談の共通認識を着実に実行していきたい、歴史を直視し未来に向けると、この言葉っていうのはその日中韓 その前回のサミットの時に日中韓だから、この場合は李克強さんとパク・クネさんと安倍さんですよね。その時にもこの文言が一つ その共同宣言のテーマになってたんですけれども、歴史を直視し未来に向き合うことを徹底し、政治的相互信頼を深め、歴史などのセンシティブな問題を着実に処理していきたい。この楊潔チさん その二階さんへの発言、多分明日岸田さんにも同じこと言うんじゃないかなでしょうね。やっぱりそう思いますか。一番基本はですね、最初のところなんです、だ要はその日中韓の共通認識、でこれは昨年11月に開かれた日中韓の首脳会談の中でもですね、こうした協調関係をこの3カ国できちんと強化していこう、でそのためにこの枠組みはですね、定期的にしっかりと実行していこうと、そして日本が改めてその2016年には幹事国としてその役割を担うと、これが共通認識なんですよ、これをその楊潔チさんがきちんと最初におっしゃったということは、私は非常に重要な点だと思います。その上で歴史認識云々の件に関してはですね、中国側は日本側と協調する際にもできるだけ中国側に有利に協調関係を進めたい、そういう時の歴史カードというのは中国がいつも必ず出してくる、それをまさに今回も今まで通りおやりになっている、こういう理解でいいんじゃないでしょうかね。それに対してですね、この岸田さんなんですけども、岸田さんはこういう発言を昨日25日の講演でか言ってるんですね。率直に中国側とは率直に対話し、新しい時代にふさわしい日中関係を築いていくための歯車を回したい、歯車を回したい、どういうふうに我々に言うんですか。これはなかなかですね、今まではそのこうした安全保障とか、その歴史政治問題で非常に対立関係というものが深刻化されていて、で外相の訪中も4年半なかった、そしてその首脳間の関係もですね、首脳会談は開かれに乗ったけれどもまだギフギフしてる、でこういう中でですね、日本側としては、こうしたその協調する要素というものを最大限これから拡張していこう、で少なくとも経済という分野に関しては日中というのはお互いに相互依存の関係にあって、協調関係が最も発揮しやすい分野だろうと、で中国が特にそこを重視するようになってきている機会を捉えて、日中の経済関係の安定化と発展、そしてさらにですね、そうしたことをテコにしながらお互いにその協調関係を国民レベルでもその強化していくための、そういう政治的なイニシアチブもこうした場を通じて発揮していこうではないかと、そういうまさに意思がここに見られるわけですね。なるほど。率直に対話するってい う, こう岸田さんおっしゃって、中国に行かれていて、首相とまで会うという今スケジュールになっているわけですね、気になるのがその3月末から4月の上旬、そのワシントンのセキュリティサミットがありました、あの時その各国の首脳がみんな集まる中で米中はやりました、中韓もやりました、
でも日中はなかったんですよ。あの時は習近平さんが言ってたんですよね。で習近平さんが言ってたにもかかわらず、その他の国とはやりながらも習主席は安倍さんとはやらなかった。でオバマ習近平会談とか中韓の首脳会談なんか見て、まあ、中韓はあんまり言わなかったのかな。オバマさんは一応こうそれなりの話をしているふうに見えながら、あまり厳しいやり取りは南シナ海の問題とかではなかったというふうにブリーフでは僕らはそういう印象を受けてるんですけれども、そういう中で今回中国側が日本との外相会談ないしは首相と外務大臣の会談にまで応じてきたということは、じゃあ日本は今回はその核セキュリティサミットであったようにあまりこう深くいじんない方がいいのか、ないしはそれでも日本はこれまで通り安倍さんが言っているかのようにはっきりとその法の支配とか法の自由とか力による現状変更はダメだっていうようなところまではっきり言うべきなのかどうか、そこはどういうふうに感じますか。これは、ね、事前 の、 その外交当局の中でですね、はい、発言ぶりについては全部お互い確認していくんですけれどもね、うんうん、私は安倍さんというのはやはり言うべきことはきちんと言うんだろうと思うんですよ、はい、それからやっぱり中国側っていうのはね、外交で段取りっていうのを大変大切にするんです、はい、で要はですね、そのあのワシントンでその日中の首脳会談を先にやってしまってしまうと、はい、こうしたその協調関係を再構築していくイニシアチブを、はい、中国側が確実に把握する掌握するということはしにくくなるんですよ。じゃあまずは段階的にですね、大事なその人物にも合わせてあげて、そしてそれによってですね、その協調関係を中国側に少しでも有利にその進めていこうというのは中国外交いつもやることなんです。でそれと同時にですね、やっぱりまだまだあの首脳同士の個人的な信頼関係というものが十分できていないということもですね、こうしたワシントンでは首脳会談が開かれなかった大きな要素でもあったろうと思います。そうすると中国から見たときに、アメリカ、韓国、日本とこう3つの国を見たときにね、やっぱり一番こう、なんていうんですか、面倒くさいというか、話しづらいのはやっぱり日本なんですかね。だから日本は取っておいて自国に引き込んで、で自国の中国のペースで合わせるようにしておいて、で外務大臣がまず来て、外務大臣そして国務委員そして首相ということをやっていくことに対して、中国ペースで日本の発言との調整を図っていきたい、そんなその思惑が見えるような感じでよろしいですか。要はその G7 のホスト国っていう立場ですね、はいはいはい、実は外交的に非常に強い立場です。でこれはあの実際にその瞬間的にこの1年間、日本というのはこの G7 を舞台にしてかなりホスト国としていろいろな自分のその議題の設定とのそのイニシアチブとか発揮できます。でそれをその最大限活用されることは彼らにとっては好ましくない、はい、で特に南シナ海の問題などをそこで出されることは最も警戒すべきこと、うん、だけどそれをまさに真正面から日本やってきたで、しかし他方もう一つの問題は北朝鮮ですよ、はい、やはり北朝鮮の問題というのは中国にとってもこれは深刻な問題です、はい、でやはりその未熟な指導者があのような形でですね、その党大会の前に核実験やミサイルの発射を繰り返し、そして、その矛先はただ単にその日本や韓国だけではなくて中国さえもあるような、そういう発言取りが、その北朝鮮の報道の中にもあるというようなことを聞かされてますから、これは中国側にとってもですね、その北朝鮮の体制が崩壊してしまっては困るけれども、しかし実際にこのようなですね、その危険なその指導者が実際に存在し、不安定な状況を作り出していることも困るわけです。したがってそういう状況をそのより安定化させるための装置としてもですね、この日中韓の枠組みというのは彼らにとって必要なものと、こういう理解を私はしてますけどね、はい、ではこの後もお話伺っていきます。
最新の映像音響機器でリオ2016を支えていきます。パナソニック。さて今日二階総務会長が出席した日中韓国際フォーラムですが、その中ではこのように政治分科会、経済分科会、さらには人文メディア分科会というものが3つの分科会が行われました。特にこの3つ目の人文メディア分科会は今回初めて開かれたものでして、国民感情の改善について話し合われたということなんですね。興梠さん、この今回初めて開かれた人文メディア分科会、これ初めて開かれた狙い、どのように見ていますか？やっぱり世論ですよね、うん、まあ、これ参加された方の発言なんか見ても、はい、メディアがどうお互い報道してるかっていう議論になってるので、中国側の要綱メディアグループ、ヨーラ